んだお前は。血が出てるってことは正真正銘の人間ってことでいいんだよな。あの3人じゃ優等生と認定したら殺しちゃうかもしれないし、確認はしたってことでこのまま解放。何してんのあんた。あ、弱い者いじめつーかさ、お前こそ何様だよ。女の子のピンチに現れるヒーローかなんかか。どこに。大丈夫。なんで。感謝する。終わった。別にこれ以上あの継ぎはぎを追う気はねえぜ。うちらのターゲットとは違うって確認取ったからな。それよか。お前は楽しませてくれんのかい。追う気がないならやり合う必要もないけど。なんだよ、気兼ねしなくていいぜ。こんななりしてっけどそっちと同じもんついてるしな。お？それともヒーローさん、おじけづいちゃった。別にヒーローじゃないけど、単に弱い者いじめをする気はないってだけ。ほうほう、言ってくれんじゃん。ならどれほどのもんか見せてくれよ。摩擦係数を自在に制御する俺に鉄骨のダメージはない。銃弾刃も見ん。さすがに電撃をそらすことはできないが、いい感じに散らばった鉄骨がアースの役目を果たす。落ちてくる瓦礫に潰されるならそれでよし。運よく免れても直接仕留めて。うわっ、なんで鉄骨がこっちに向かって。あいつの能力か。エレクトロマスターじゃなくサイコキネシスト。いや、磁力操作か。これだけの量を同時に。マジやん、ダメージはなくてもこのままじゃアースの盾が。仕方がねえ、見くびって出せ。指一本と引き換えだ。かわせるタイミングだね。電撃で意識飛んでもこのまま完成で突っ込む。こっちこそ見くびってたわ。女つうかこいつ。ねえ見て見て、今週超絶好調だって。占いって、そんなオカルト信じる人間学園都市に何人いるんだろう。いや、僕もつい最近まで信じてなかったんだけどさ、あいつにボコられた週の記事がね、人生最大の出会いが訪れる、それによって仕事は大失敗、信頼も失うでしょう、アンラッキーカラーは赤と白。まあドンピシャな内容ではあるな。でしょ。ちなみに今週は素敵な出会いあり、仕事が上向きになるきっかけかも、思い人には積極的に。だって、まあ占いはともかく、確かにあの時は巡り合わせが悪かった。レベル5は学園都市230万人のうちたったの7人、そのうちの1人にエンカウントするなんてレアケースだったからな。だが短期間にまた勝ち合うことなど絶対にないだろう。はあ、レベル5第3位、レールガン。やっぱオカルトなんて当てになんねえわ。ま、この程度じゃ死にはしないでしょう。でもこれじゃ何も聞き出せないわね。